改めまして皆さんこんにちは、おたやめちゃんです。はい、ということでゴールデンウィークはですね、ママと旦那とドンキとかね、サンリオショップに結構ねお買い物に行ってきたので、これから Vlog と購入品のこういう感じの動画をいっぱい撮っていこうかなと思ってます。で、今回はですね、カスタムアクリルチャームをママと旦那に選んでもらって買ってきました。私さ、これ選べるもんやと思ってたら選べないやつやったんで、ちょっとね自分一人で買いに行ったらちょっと意地になって結構いっぱい買ってしまいそうやったんで、今回ちょっとねママと旦那がいる時に選んでもらって買いました。で、この箱やねんけどさ、この箱のここにもう見本でクロミちゃんがすでに1個ついてるんですよ。で、これたまたまね行ったところで、この哺乳瓶のシリーズだけが残り3個か4個ぐらいやったんで、これってもっと在庫ないんですかって店員さんに聞いたら、なんかもうないんですって言われて、ないけどよかったらこの箱どうぞって言われて箱をいただきました。ってことでね、ここにねもうクロミちゃんは一つ確定枠でいるんですよ。なので何出てもいいかなと思ってるんですけど、ちょっとこれからですね開封していきたいと思います。で、今回ですね買ったのが哺乳瓶シリーズですね。哺乳瓶シリーズを4つあるだけ買いました。これがさ、めっちゃ人気でさ、大阪のサンリオショップでもどこでもむっちゃ売り切れてた。と、これがステージシリーズですね。ステージシリーズのやつが4つ買ってて、で、このお布団シリーズも4つ買いました。なのでちょっとシリーズごとに開けていこうかなと思います。まあ狙いはね、もちろんメロクロちゃんを全部出したいんですけど出るんかな。なんか今回のこのボックスが全8種類の割になんかめっちゃいっぱい入ってたじゃないですか。比率とかも分かれへんし、一体どう選んだらいいのって感じだったんで、ちょっとね、ママとね、旦那のこの無欲な感じの何出てもいいみたいな人に選んでもらったんで、ちょっといい感じで弾けたらいいなと思ってます。はい、ではまず哺乳瓶シリーズのカスタムアクリルチャーム、こちらのカスタムアクリルチャームシリーズは1つ500円になってます。テープついてるからちょっとハサミが必要です。はい、ではまず哺乳瓶シリーズの1個目開けます。なんやろう、クロミちゃん、あ、キティちゃん、キティちゃん来ました。かわいい、すごい、哺乳瓶の中に入ってんのに哺乳瓶持ってる、めっちゃかわいい。1個目はキティちゃんです。2つ目、なんやろう、はい、あー、クロミちゃん来た。やった、地引きもできた、嬉しい。クロミちゃん来ました、やった。これ見本と全く一緒ですね、こんな感じで。めっちゃ可愛いんやけど。これはちょっと後で開けまーす。こうなったらマイメロちゃん欲しい。はい、では3つ目。よっ。そんなことある？クロミちゃん。マジで？すごい、2連続クロミちゃん。めっちゃ嬉しいんやけど。すごくないですか？これはね、残ってたのが4つやったんで、引きとかではないんですけど、めっちゃ嬉しい。はい、ラスト1個。これ、マイメロちゃん欲しい。はい。あ、シナモンくん。シナモンくんが来ました。かわいい。シナモンくんもね、哺乳瓶持ってて、アヒルのおもちゃもいる。あー、かわいい。全8種類で4つ引いたんですけど、まさかのね、2個クロミちゃんっていう、私的にはむちゃラッキーな結果でした。やったー。次はこちらのステージシリーズ開封していきたいと思います。こちらも4つ買ってまーす。はい、ってことで1個目開けていきまーす。はい。あ、プリンくん。すごい。かわいい。めっちゃ凝ってますね、背景とかも。1個目はプリンくんでーす。2つ目。はい。かぶる？マジで？こんな確率ある？2連ちゃんプリンくんでーす。こんなにいっぱい入ってんのにさ、こんなかぶるんや。これはちょっと怪しくなってきた。3個目。はい。あー、ハンギョドン！すごい。めっちゃステージや。ペンライトとかあって。ハンギョドン来ました。ラスト1個でーす。はい。あー、キティちゃん！まさかのキティちゃん率。かわいい。バラっぽい感じで。バラのキティちゃんでした。ステージシリーズはメロクロちゃんです。残りはお布団シリーズですね。これ結構出てほしいな。お布団シリーズも4つ買いました。はい、では1つ目から開けていきます。はい。あー、マイメロちゃん来た！嬉しい。今回初のマイメロちゃん。いやー、かわいいわ。頭に帽子かぶってる？めっちゃ可愛い。マイメロちゃんが来てくれました。
ちょっとこの調子でクロミちゃんも欲しいな。二つ目。クロミちゃん。クロミちゃんマジで。嘘すごないこれ。あーマジか。めっちゃ嬉しい。メロクロちゃん連続で出てんけど。あるそんなこと。あーめっちゃ可愛い。これも後で開封します。もうあと2個何来てもいいわ。3個目。はい。待って。すごない?連続でクロミちゃん来ました。一番欲しかったのが哺乳瓶で、次に欲しいのがお布団やったんで、2個ずつクロミちゃんとかマジですごないですか?嬉しい。でも4個目とか何来てもいい。4個目。はい。あ、ポチャッコ。普通にポチャッコが来ました。可愛いですね。なんかこのシンプルに寝てる感じもめっちゃ可愛い。はい、ということで、全部開封しました。やったー。なんかめっちゃいい引きやってんけど、嬉しい。はい、ということで結果はこんな感じです。よくない?めっちゃ。めっちゃすごいいい引きやと思うねんけど、大満足です。で、ちょっとメロクロちゃんだけ開けたいなと思います。こちらのカスタムアクリルチャームは、こんな感じでボールチェーンを外して、アクリルの中に別のね、アクリルを入れたりとか、この切り抜きとか小物も一緒に入れられるよっていう感じでね、ちょっとすごい楽しみにしてたので、これは一回開けてみたいと思います。哺乳瓶クロミちゃんはこのね、開封してたやつを見ていきたいんですけど、ボールチェーンがついてて、これを外したら、こんな感じでスライドさせて、中からね、クロミちゃんが出てくるっていう感じなんですけど、クロミちゃんが、この中にいて、かわいい!バブーです。バブークロミちゃんがいて、一番後ろがあって、このクロミちゃんがいたフレームがあって、で、最後この蓋みたいになってます。こんな感じで3枚アクリルになってます。フレームっぽいここの中に、何かしら入れるっていう感じですね。で、ここにね、クロミちゃん入れて、蓋を閉める。と、こんな感じになってます。で、ステージのやつはクロミちゃんおらんから、お布団のクロミちゃんを開けます。かわいい。で、ちょっとこれもね、ボールチェーンを外して、中を開けていきます。ボールチェーンを外すと、お布団がすごいスライドされて、あー、こんな感じになってんねや。バクくん持ってた。めっちゃかわいい。バクくん持ってたんか。これは嬉しい。で、背景に、このクッションと枕があったんですね。そういうことか。かわいい。こんな感じで。布団取ったらバクくん持ってるとかかわいすぎる。せっかくなのでマイメロちゃんも開けまーす。かわいい。このボールチェーンを外します。布団をオープン。あ、こうなってたんや。かわいい。横向いちゃってるよね。まっすぐに向けまーす。はい。あ、かわいい。マイメロちゃんいいですね。帽子かぶっててめちゃかわいいわ。マイメロちゃんもね、後ろの背景にクッションと枕があります。かわいい。お布団のメロクロちゃん揃えたらこんな感じです。ボールチェーンつけてなかったら結構ね、ゆるっと落ちます。結構危険、ボールチェーンないと。はい、ってことでカスタムアクリルチャームを引いた結果はこんな感じでした。こういうの大体ね、引けないんですけど、今回はね、人に選んでもらったので、いい感じでクロミちゃんめっちゃ来てくれて大満足です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。